皆さんこんにちは、こうきです。本日はね、ディッキーズ874に合うシューズを3つ紹介させていただきます。まあね、今回紹介するのはね、コーディネート紹介っていう感じになるかなと思うんですけども、シューズは3つ準備しました。1つ目がコンバースの定番的なアイテムのオールスターですね。これメイドインジャパンのものになっております。ディッキーズ874との相性もめちゃめちゃいいアイテムになってるんで今回選びました。でもう1つがレッドウィングのアイアンレンジャーですね。このブーツは個人的にもう最近めちゃめちゃ気に入って愛用しまくっているブーツなので今回選ばさせていただきました。本当にかっこいいのでこのブーツもおすすめです。で続きまして3つ目がマーチンのサイドゴアブーツですね。このブーツもめちゃめちゃ相性いいので選ばさせていただきました。これからね3つ順番順番で履き替えて紹介していきますので、皆さんもねよかったらどのシューズの合わせがおすすめですよとかっていうのもコメント欄で書いてくれると嬉しいです。それでは早速やっていきます。はい、履き替えました。このディッキーズ874がウエストが32でレングス30のものを入っておりまして、色がねチャコールグレーっていう色になっております。結構濃いめのグレーですね。あとはね濃いめの色だからスタイルがよく見えたりするのもこの色のいいところだなって個人的に感じております。それでは早速ね履き替えていきます。まあ、一番最初はねコンバースのオールスターメイドインジャパンのものを履いていきますね。はい、オールスター履いてみました。こんな感じです。でね、個人的にコンバース履くときはデカ履きをするのがおすすめで、自分の普段履くサイズよりかは1センチ大きめのサイズを履くようにしてますね。それもなんでかっていうと、この幅を細身にして履きたいなっていうのがあるので大きめに履くようにしてますね。だから今履いてるサイズは多分 27.5 か8センチの大きめを履いています。いや、こんな感じで履くのもさ、かっこいいよね。で、あとはね、個人的にヒップホップ結構好きで、スヌープドッグっていうアーティストさんいるじゃないですか。その方がディッキーズ874にコンバースのオールスターを履いてる写真をね以前見かけて、そこからディッキーズ874にコンバースを合わせるのもめちゃめちゃかっこいいなと思って、そんな合わせをするようになりました。だからね、この合わせはね大好きな合わせなんですよね。と、色合わせもいいよね。やっぱ白黒のスニーカーだからグレーとのバランスもすごい取れてると思います。はい、こんな感じでコンバースの合わせは終わりです。続きましてね、この大好きなレッドウィングのアイアンレンジャーに履き替えようと思います。はい、履き替えました。アイアンレンジャーの合わせいかがですか？やっぱりね、ワークパンツの合わせとワークブーツの合わせはもう最強だと思います。まあ、こんな感じでさ、スコップとか持ってさ、山とかで働いてそうな感じするよね。ワーカーっぽいような合わせは個人的には大好きな合わせですね。あとこのブーツがレッドウィングのラフ&タフっていう素材になっていて、経年変化がめちゃめちゃ楽しめるブーツなんだよね。このワークパンツの武骨さっていうところの合わせも結構マッチしてるんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあこんな感じでレッドウィングのアイアンレンジャーの合わせは終わりで、続きましてね、ドクターマーチンのサイドコアブーツの合わせをしていこうと思います。はい、履き替えました。ドクターマーチンのサイドコアブーツはこんな感じの合わせですね。だいぶスタイリッシュな合わせになりましたよね。だからさ、一つ目はコンバースオールスターの結構カジュアルな合わせで、2つ目がワーカーっぽいような武骨なスタイルのレッドウィングの合わせで、3つ目が結構スタイリッシュなドクターマーチンの合わせですね。で、このブーツがちょっと光沢感があるからね、結構綺麗な雰囲気にしてくれる靴ですね。こんな感じのワークパンツと綺麗めのブーツの合わせもマッチしてくれるんで、すごいおすすめですね。で、あとサイドコアとかブーツの長い丈の靴なんだけど、夏場履けるのかなって思う方多いと思うんだけど、でもその時はね、湿気取りがあると靴の中の湿気が取れるから防臭効果だったりとか、靴が長持ちしてくれるっていうところがあるんで、夏場にブーツ履けるのって思う方はその辺も挑戦してみるといいかなと思います。はい、こんな感じでね、
ディッキーズ874に合う3つのシューズを紹介させていただきました。皆さんはどの靴が好きでしたか？いや、個人的にはね、やっぱりレッドウィングのアイアンレンジャーの合わせが好きですね。なんといってもね、このブーツ自体がすごい好きだからこの合わせが好きなんだけど、次にもし合わせるとしたら、やっぱ夏場といえばスニーカーだよね。コンバースオールスターの合わせも欠かせない合わせかなと思います。今回はこんな感じで終わりにさせていきます。この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。